皆さんこんにちは日本をかっこよく結び大学、えー、今日もバンドをただのがお伝えしてまいります一、えー、時間目二時間目ときましてですねスパイ工作情報活動とかねこういったものはどういうものなのかというところをお話しいたしましたが続けてスパイのお仕事の中の大きなものの二つ目積極工作についてお話しします前はねあの情報活動が一つ そのほかに積極活動を聞き取る分析するだけじゃなくてさらに働きかけることが必要なんでその積極工作というのがあるわけですね。この2つが大きな日本柱なんですけども積極工作の中には大きく分けてこれもやっぱり2つあって1つは世論工作私たち自身に直接働きかけるようないろいろな工作です。 企業に働きかけたり、政治家に働きかけたりとかですね。これはすごいいっぱいありますからね。まあ、世論工作というのは要するに、良くも悪くも風評作り。それと。噂だけではですね。発信者の信頼が獲得できませんので。信頼させるためには、事実を織り交ぜなきゃいけないんです。事実、九割ぐらいの中に一割の嘘があ。 でももこの1割の割嘘も信じられちゃいますよねそれが危ないところなんですけどもそういった誘導の仕方をするためには発信者が見えない場合にはその言ってる内容コメントとかですねその内容そのものがね匿名でやってもいいんですよツイッターであってもその情報そのものにまず真実味を与えなくてはいけませんそういうふうにやれって言ってんじゃないんですよ向こうはそう来ますよという話ですからね。でこれれはそれを受けた側の心と 知識に影響します反日工作と言われるものに関してじゃあ具体的にはどういうことが行われているのかというのはこれ分類の仕方によっていろんな言い方があると思いますけれどもまあ私が分類した上では一つは歴史文化工作ですね世論工作の中の一つとして歴史文化これに関する世論工作。特定勢力の 要するに中国なら中国韓国なら韓国の価値観見方見る角度視点の植え付けですねで、これが正しいとそれが客観的なものであるというふうになると日本人って弱いですよねみんな主観で生きてますからね私を含めてこちらをご覧の皆さんも主観で私の話を聞いてるわけなんだけどもでもみんなはどう聞いてるのかなってちょっとみんなはどう思っているのかなって心配になりませんそれでコメント欄も見るわけですよですから えー、そういったところをです、ね、自分たちの側の視点からの本物に切り替えて、えー、みんなが一緒にその視点で見るようにする例えば私のこの動画に悪い評価をいっぱいつけまくってですね「バンドをこの野郎うついてばかりいる」とかって書く,書く人がアカウントを変えて1人10個ぐらいアカウントを持ってそれ書きまくったとしたらその中にしかも一つなんか真実味があるようなものがあったとしたらですよその評価を下げることができるわけですよね。 それと同じように日本の歴史とか文化に関してもそれを否定するような世論を作っていくとみんながそれに乗っかっちゃうそういうふうになりますね。ここから民族性の破壊が始まるわけですよ 日本の文化を否定するような流れができて実際に私の年ぐらいになると今もそうかもしれないですけどね歴史教育において日本は昔悪いことをしたとかねそんな解釈ばかりのことを押し付けられてずっと聞いて私は高校生の頃なんかですねそれを真に受けて学校の先生にかどわかされまして門どわかされたっていうかね言われましてお前あの元気がいいし声もでかいから今度。 なんかそういう団体の「反戦反核弁論大会に出ろ」とか言われちゃってんですね載せられて出ましたねねこれが、ね、出たんだけども自分で文章を書いてね先生のところ持ってって,って「じゃあ分かりました、ね」っこれで訴えます」とかって言ったら「だらいやーこれちょっとダメだな」って言って「ちょっと添削するから」って言って先生が「これ読め」って言って出してきたのはもう完全に先生の作文ですよ。 私もその時にはね、まあ、応援団やってたりとかねちょっとあの突っ張ってるというようなところも別に突っ張りじゃなかったですけどもね「何、えー、ですか俺先生の作文じゃないですか」って「先生ができゃいいじゃないですかこんなん読んでられませんよ」とか言って突き返したら「分かった分かった分かったじゃお前の言葉に直してでもいいからやってくれ」って言われて。 原稿を読んで権で2取っちゃったんですよねそういうような、えー、弁論大会であるとかですねそういったものを使ってですね日本は悪いことをしたとかですね子供を使ってそれを訴えさせることで過去の反省が必要だというような風潮を実際にね植え付けられて教育されて大人になるわけですねですからこの世論工作の中の歴史文化工作というのもこれも非常に破壊力ありますねと二つ目今度は逆に親しみづくりです 特定勢力への賛同者の者拡大中国は素晴らしいって中国4,000年の歴史とかって言ってますけどもねそういうところに引きずり込んでいって中国目線で見るようにそのためにはまず親しみづくりが大切ですねちなみにね中国5,000年って今言ってますよね私が小学校の頃には中国年って言ってて言たんですよあの頃ね高級なインスタントラーメンが出ましてですねそれまでインスタントラーメンなんて一袋50円とかそんなもんだったんだけども。 なんかすすごい高い高やつが出てですね「中国4,000年の味と香りが生きている」とか言って中国人の女の子が出てきて「ハオハオキュー」とかって言うんですけどね「おいしい?」って言うんですけどそれが私が大人になって50代になった時にはもうすでに中国5000年の歴史と言ってるんですよ私が20年30年40年かな 年食ってる間に中国では1,000年も時間が進んでいてそれを普通に言ってるんですよ日本の放送メディアも言ってるんですよ中国5,000年の歴史とかって中国5,000年の歴史って言ったっていつ中国できたんだとみんなそこに疑問に思わないでしょだって中国って幾よ苦難の毛沢東で確か1949年ですよ私そうやって覚えましたけどねそんなにね5,000年も中国ないでしょ でしかも30年40年の間に1,000年追加されたりとかしてみんなおかしいと思ってないんですよこれを。これギャグで言ってんじゃなくてそういうふうに中国に親しみを感じてるうちにみんな中国って5,000年歴史があるんだってなんか無意識のうちに考えるけども改めてよく考えてみると中華人民共和国ができたのはそんんなな時間が経ってないんですからねそれがこの効果なんですよ。で,でもみんんななんとなととく中国っていうと有給の歴史を持った 大国みたいな感じになってません。もうそこでもう引っかかってますからね。3番目に反日工作、日本社会に対する否定的感情の育成ですね。そのさっき言ったみたいな。その反省しなきゃいけないだけじゃなくて、昔の日本はこんなことをやるひどい奴らだったんだと、反省の根拠を完全にこう刷り込んでいくわけですよ。今でもなんか慰安婦とか何か言ってますよね？ あれも徐々にマスコミがスライドして私たち騙されてません昔は従軍慰安婦って言ってて言たんですよ従軍慰安婦は存在するって言って騒いでたけども従軍と言われるような事実はなかったしそもそも強制連行されてないということが言われるようになってきたら慰安婦という,ふうに言ってきたそしたらあの最近は今度慰安婦を定着させるために何年か前から銅像を建て始めましたよねこうやって座ってる銅像。 であのの銅像像名前今何て言いますか少女像最初は慰安婦像って言ってたのが今度は少女像になってきたんですよ。で少女像って言ってたかなと思ったら最近ニュースで見たら平和の少女像とかって言ってるんですよね。だんだんスライドしてきてる。慰安婦が完全に否定されて全くその証拠も奴隷労働みたいなね性奴隷みたいな証拠が全く出てこなくなってきたらいやこれは韓国の慰安婦に関してだけではなくて世界の性的な 抑圧性的な搾取に対する反対するためのモニュメントであり象徴なんだだん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 スライドしながらもでも日本は昔やってましたよねっていうところに結局そこは離れないんですよねそうやってスライドしながら反日工作が今や日本国内だけではなくて世界においても行われてるんですこれは韓国がやってる工作ですけどねそのようにまあ中国も同じようにですね中国人慰安婦もいたんだ抑圧されてたんだっていうような話をしてるのもいるんですよ こういった状況が出てきたりとかですねこれにプラスして1時間目2時間目でもあのお伝えしたような人的工作を受けた政治家が一緒に乗っかって謝罪運動を加速させていたところがありますよねですからこういった工作というのは確実にこれ聞いてるんです日本にはそれは今までの話であってこれ今の話になると4番目情勢に対応した自国を利するニュースとか デマの拡散これが必要んなにあの美しい美談がこんな美談がありますとかっていうのを紹介して「いや感動しますね」なんてニュースの中で言ったりとかですね「いやあ,のあそこの国もあの素晴らしい国ですね」とかって言ったりとかするけども本当にそれが全部なのかっていうことですねイメージで、えー、そっちの方に持っていったりとかですねここはやはり中国と一緒に今後の展開を見据えて強調していかないといけませんよねとかね。 そういう自刻を理するニュースにいろんなものをくっつけて世論の誘導を図っていくこれが世論工作です一つだけの工作を切り離してやっているわけじゃないんですむしろ切り離せませんさっき言ったみたいに世論工作だけではないし世論工作には人的工作も確実にくっついていますみんな見えないところで働いてるって見えないところで働く人が素晴らしい人なんだよって言っておきながら工作を受けているときはそれを考えていないよ見えないところで働いている奴らもいるんだよと さっき言ったみたいに対象を選定していろいろ討議しながらじゃあどういうふうに接近しようかとか言ってこういう相談をしている組織があるんですよそれで引っかかっちゃってる人もいるんですよですからそういう見えない部分も入れて考えていただきたいというふうに思いますねで積極工作の二番目リアルな工作ですね これについてはやり方ではなくてあの仕掛ける対象を主なものを言いますと一つは企業工作ですね。組織の経済を破壊したり、そこから色々こう運用がでできるわけですね。具体的に言うとその企業に人員を送り込む社員研修という形でお互いに入れ替えたりとかですね幹部入れ替えて中国企業と提携まず接近して 接触獲得運用とこれと同じような状況で会社同士で一緒にちょっと商売やってみませんかっていう接近接触する部分があってその前にはもうお互いに計画してるわけですからねどういう内容を持っていこうかと。で接触して今度はじゃあ人員ちょっとお互いに研修制度を設けましょうという日本の場合には本気で研修に行きますけども中国の場合には行ったところで日本でどんなことやってんのとかねどういうあのみんなその 関係についててどう思っているのかとかかと必ずこれ聞きますからね獲得という状況になってくるとこれはあの株の取得にと同じですよねお互いに株を持ってでもどん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 買い進めていったりとかですねあと買う段階になってですねここでその会社の日本人幹部の評判が落ちるようなゴシップネタを週刊誌に持っていくそれによってその会社の株がガーンと下がった時に株が下がったところで買い集める。 こういった工作なんかもあってですねこういうふうなその企業工作に引っかかる企業が結構あったんじゃないのかなと思いますよ。日本の革新的な技術と言われるものを持っている企業がだいぶ今中国の傘下に入っちゃってますよね。それで日本の技術を使っているにもかかわらず中国側がそれを独占販売みたいな形で、ね、例えばすごいちっちゃいカメラ今こうやって持てるここにこんなちっちゃいのが載ってるカメラありますよね。 カメラのこの本体が揺れないように体に固定して下に重りを置いてこの人がこういうふうに揺れたとしてもカメラはこうこうなるようにねこういうのだったんだけど今これこんなちっちゃくなっちゃってるんですよ。これは日本の会社で今売ってないんです。全部その日本の方でも一緒に 開発した技術を中国の企業の名前を付けてジンバルカメラを売ってて今こんなちっちゃくなっちゃってね旅行に行った時にこうやって自撮りできたりとか景色撮ったりとかポケットにスポンと入れられてペンのこのペンと同じ長さのもうちょっと太いぐらいになってますからねこうやって撮るわけですからそういうふうに技術が盗まれていったりとかもしてるわけですねそれと政治工作 これは政治工作かかっている人って言ったらもう皆さん容易にあ「あの人と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 あの人」って何となく顔が出てこないですかこんだけ世界で中国が非難を浴びていて中国が白ばっくれているウイグル人への弾圧ウイグルだけじゃなくてチベット人もそうです最近は南モンゴルって内モンゴルって中国は言いますけどもね南モンゴルの学校教育にまで口を出してモンゴル語じゃなくて北京語で全部やれというような思想教育とかですねやってますね。 そういった関係についてこういうことを日本の中でもですね、えー、非難していこうという決議文を出そうとしたときにこれに反対した議員が日本の国会にもいるわけですよ反対したもしくは妨害した知らんぷりしてるいる知らんぷりしているのだとただの無関心かもしれませんけれども国会議員としてそれはあるべきことではないと思いますけれどもねそういったものが実際に効いてしまって前の国会ではウイグル関連については非難決議案が出なかったんです これはあのちょっとねおかしい話ですよね人道的におかしな話をことを国家レベルで組織レベルで共産党としてこれを行っているからその証言があって私もその証言をする人と実際に話してきましたけどもねそういう事実があるから国会で決めようといったときにこれに妨害をする反対するそういう勢力が実際に政治の中にあります。具体的に言うううととこれどややってやるかというと 主導的立場の構築ですね。工作員がもろに国会というのはちょっと考えられないんですけども、工作員に協力している人が国会の中にいっぱいいるはずですよ。アメリカにもいますし、オーストラリアでも今そういう人がやってんじゃないのかと言われるようなものがいくつかありましてですね。日本の国会の中にもあります。これはあのスパイを送り込むというのは非常にこれ、あの高度な技になってくるし、コストもかかりますんです、それよりもいいのは協力者を作ることです。 ですから国会議員の中に協力者を作るというところが狙い目でしかも地盤がしっかりしている若い人狙われますねもうあの二代目三代目の政治家で若い人あんまり国際問題に詳しくない人あの人のこと言ってるんじゃないですからねあの人って誰だかなんか皆さんの今テレパシーがこっちに飛んできたんであのあれかなあのイケメンのあれかなとかってあの人のこと言ってるわけじゃないですよ私はでもそういった人たちは狙われます なんでかというと国会議員であり続ける期間が長いと見られるからそれともう一つは参議院議員なんか一回になったら六年間絶対にこれ解散ないですからね当然狙われますね衆議院議であってもさっき言ったみたいに二世三世とかね地盤が硬いところこれ狙われますねしかも独身で男でバリバリの保守だと逆に接近してったらさらされるかもしれないんでそういうところには来ないですむしろ 中国に関してあまり知識がないもしくは中道を胸としているような人のところに私だったら仕掛けていきます。相手の目になって考えるということは、ね、やっぱここででも大切なんですね私だったらやっぱりそういう議員のところに仕掛けていきます。それとですね協力者の見返りとして金銭が当然これはあのー、スタンダードですけどもねでも金銭で足がつかない方法っていくつかあるわけですね。 でも一番足がつかかなないののは何なのかこれは金銭ののでではない別の利益ですね例えばあの美女かなとかってねそれともイケメンかなってねあの恋愛対象によるそういう工作かなっていうとそれだって週刊誌に抜かれる可能性がある。じゃあ金でも女でもない女って言っちゃあれだけど男でもないそういうのでもないような利益っていうのは何なのか何があると思います思いいつかないでしょう これ宗教なんですよ。この世の中では形としてはないけども、死んだ後に天国に行けますよという利益がぶら下がってたらやる人たちがいるわけです。それが信者なんですよ。これは中国側ではこれよくわかってます。だから法輪功を弾圧すると同時に法輪功の活動をするその原理どういう仕組みでどういうふうに思ってどういう思考回路で。 お金ももらわないのに一生懸命あんだけ弾圧されてもねもう連れて行かれても臓器抜かれても標本になってもなんであんなに頑張るのかってこれは分析してるはずですよですからこの宗教この宗教工作についても気をつけてください実際にその宗教に入っちゃってまあそういう政治団体ありますよねもう一生懸命働くんですよもうポスター貼りからなんかあれお金出てるわけじゃないのに働くんですよ 上が決めたことについては、もう今回の選挙でこの人を勝たせなきゃいけないって言ったら、それのために一生懸命になることが得を積むことだと思って一生懸命活動する人たちが日本国内にもいますよね。自民党と組んでるなんかそういう団体ありますよね。そういう原理で動いているわけです。これと同じようなものを今中国の方でもきっちりこれは調べています。ちなみに中国は宗教を否定してるって言いますけども。 ちょっと調べたところでは3,000を超えるまあ私がカウントしたんじゃないですよ123定そうじゃなくて3,000を超える宗教団体が実は中国国内にあるんです存在するんんでですすす存在ただし存在していい条件というのがあって中国共産党について肯定的でその組織のトップが中国共産党員であることこれは絶対なんですね。ほ、まあ、他にもいくつかあったんですけどもそうやって宗教を使ってて接近してきますでこういった工作の対象いっぱいあるわけですね。 リアルな工作として今挙げたのは企業工作、政治工作、それから宗教工作とりあえず三つ挙げましたけど時間の関係でねもっといっぱいあるんですどれぐらいあるかと言いますと皆さんあの大きな書店に行くといろんな分野あるでしょカテゴリーがあの週刊誌も置いてあったりでもそのもっと奥の方に行くと心理学の関係があったりお医者さんの本があったり学校の受験の本があったりとか図書カテゴリーの数だけ工作する方面っていうのはあるわけですよ 何でかっていうと最初に申し上げたとおり工作活動も何もこの社会は人間社会だから人間が関わることに関しては全てにおいてその情報を集めて多角的に分析して多角的な働きかけによって目標を達成しようとするのでカテゴリーを分けること自体が大きなカテゴリーを分けるのはいいですけどもちっちゃいことにこだわって何と何と何と何がってこうやってやってるよりも。 本屋さんに行った時の図書カテゴリーぐらいの工作すべき分野がある重宝すべき分野があるというふうに捉えた方が分かりやすいいと思います <music> まずこのためのスパイ防止法ですよねこれが結論なんですけどねスパイ防止法を作んなきゃいけないのは今の,あの私の説明でお分かりいただけたと思いますけどもどういうものを作らなきゃいけないのかっていう話なんですよね。 入ってくるのを防止しようスパイが活動しているのを見つけたら逮捕しようこれだけでスパイ防止法が成り立つかっていうと法のグループの中の一つとしてそれは必要ですこれは絶対必要です。それだけじゃないんですよ。社会全体がスパイに対してきちんと認識を持ってどういう行動が危ないのかどういう行動を見た場合に通報しなければいけないのか その報告義務であるとかですね。そういったものを作るための、傍聴社会を作るための基準みたいなものを法律で作らなきゃいけないんです。すごくこれ、大まかに網かけていいと思うんですよ。これと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 、これこれ,これの誘致のいずれかをやった場合に、スパイと認定ってやったら、その他のことをやる場合がありますよね。例えば、今、特定秘密保護法っていうのがあります。これについては、特定秘密保護法っていうのは、政府がこれを秘密にしようと。 決めたものに関してその秘密を扱える人を決定してその秘密が漏れた場合にこの特定秘密に関わる資格をある人がその秘密を漏らした場合にこれを処罰しますよっていうことですからその秘密を関わる人か今もらってきましたって言ってもそれ警察官が呼び止めることはできるけど逮捕できないんですよ。 全然スパイの防止になってないんです特定秘密保護法っていうのはあくまで秘密が漏れないためのものであってそれを取ろうとしているスパイの働きかけに関してはこれは防止できないんですねそれともう一つ大事なのは政府が把握していないような新しい発明日本の場合にはそういうのって、ね、あの結構町工場なんかでね今だいぶ潰れちゃったんですけどもね工場とかで開発されてたことがあったんですよ当然政府は把握していませんよね あと企業で今これを開発してますっていうのを政府にいちいち言わないですよね。どこから漏れるか分かんないからものすごいあのそこはあのしっかりとしてうちの会社の特許として確定してからあの商品化するという形ですからだから企業であっても秘密でやってて政府が把握してないそういったものすごい技術なんてのはいっぱいあるんですよ。そういったものについて持ってかれたとしてもこれは特定秘密にまだ指定されてないから処罰できない。 っていう話になりますよね当然そういうところをスパイは狙うわけです産業スパイは、ね、だからそういうふうにこれと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 これのうちどれかを持ってった場合とかじゃなくて大きく網をかけて考えると必要なのはまず他国政府や海外組織からの指示により金銭物資精神的援助などの利益を得ているものがまず逮捕の対象となります。精神的利益 お金の移動とかねそういう異性あてがわれたりとかじゃなくても宗教とかでも宗教を行動元気として動いている例えば中東の活動家いますよねそういったものなんかも対象ですですから他国政府だけではなくて海外組織からの指示によって金銭物資精神的援助などの利益を得ているものこれが対象としてが行う我が国に優先して他国を利する可能性のある行為わかりますよね日本よりも 中国の方にロシアの方に日本にはない技術を先に持っていく行為とかですねあとは他国国ににして我が国を不利に貶めるる可可能能性性のある行為ででいいんですこれは実際にだって貶としめる行為ってかあのまだ結果が出てないから犯罪じゃないとかって言われますけどもそういう可能性持ち出した段階でまだそれは現実化されてないけれどもこれ可能性ありますよね持ち出された段階で。 だから可能性のある行為であのまとめなきゃいけないんですけどもねそういった行為を処罰の対象の活動としてですねまず決めることで具体的にはその処罰規定これと2番目に社会防止体制の構築ガイイドラインです処罰だけではなくて例えば従業員何人以上の会社については週に1回もしくは月に1回行われるスパイ対策講習に参加してくださいとかね ウイルスソフトは政府が支給しているこのウイルスソフトを確実に最新のものを入れてくださいとそれに関してはその会社の総務課長もしくはそれにあたる役職のものを責任者として確認の義務があるとかですねそういうふうにこう一つ一つ決めていかなきゃいけない社員研修なんかについてもその企業のどの部門のトップの人は警察署に来て定期的に最新情報を習得して帰ってくださいとかですね あとは社員一般にはこういう行為を見かけたら泥棒の可能性が高いのを110番するのと一緒でスパイの可能性が高いいですから報告してください例えば USB をパソコンの中に会社で認められてない USB をブチッと差し込んでるとか使ってはいけないパソコンを資格のない者が使っているとか会社のパソコンに変なものをダウンロードしている。 そういった社員とかを見つけた場合とかっていうのはこれは報告義務がありますよということできちんと決めてそれを社会全体に普及させて社会全体でスパイを防ぐ体制づくりのための法律が必要ですこの2つがないとスパイ防止法にならないんですスパイだけ逮捕しろって言ったってどの時点で逮捕していいのか誰がスパイなのかわからないと逮捕できないでしょということはスパイを防止できない、うん、ですからこういった もう一度読みますよ必要なのは他国政府や海外組織からの指示により金銭物資精神的援助などの利益を得ている者が我が国に優先して他国を利する可能性のある行為や他国に比して我が国を不利に貶としめる可能性のある行為をまず規定しなきゃいけないですね。それに対して罰則規定と社会防衛体制の構築ガイドラインこれを決めてもらう。これが、まあ、私が私考えるスパイ防止法の 大きな骨子になにるかと思いまますね、まあ、今回は3回に分けましてですねスパイとは何なのか何具体的にどういう事例があるのかそれからどのようなスパイ防止法が必要なのかというところをお伝えいたしました皆様方の情報防衛に役立てれば幸いです日本をかっこよく結び大学坂東忠信がお伝えしました。 はいい皆さんごご視聴ありがとうございました脱線が多かったというよりも全部脱線していたような気もしないでもないようなお話ではありましたけどもねまあなかなか他ではあんまりこういう話をする人もいないのでちょっとお伝えしましたけども私が何でこんだけ力を入れて日本を守んなきゃいけないよというかというとここが私たちの魂を磨く場所だからですよ。 でね、私あのいろんな今まであの、まあ、警察の時もねあの遺体とかねなあのいくつかこうね、えー、見ましたけどもそこにいつどの段階で死んでるのかなとかねいろんなこと考えるわけですよね。今心の肉体の中にその人入ってないっていうことは今じゃどこにいるのでしかもそれ行った先ってどこっていうふうに言えるものなのか、ね、場所なのか。 じゃあ天国って場所としてどっか宇宙の端にあるのかなとかねあのなんかそういうふうに考えいろんなことを考えてちょっと書いた本がございましてこちらに今画像で出ておりますあなたがここに転略して私は「アナテンアナテン」って言ってるんですけどもこれがおかげさまでさんずりまで行きまして聖鈴堂さんの方から出てますけどもこの中はですねあのこれスピリチュアル分野として出てますけども 宇宙人のグレーとこの間チャーハン食ってこんな話をしましたとかそんな話じゃないんですよあと幽霊があの枕元に立ってですねこういうふうに言いましたとか私の守護霊が話しかけてきて守護霊って私に話しかけるんですかね話しかけられましたとかねそういうような話ではなくて私がいろいろ実務の中からですねこれはどうなのかなと思った時に納得できた悩んだ末の答えの集めたものがその本なんですね。 死んだ後に行く行くっていうあの表現が正しいのかって考えたときに多分正しくないんですよ場所に行くわけじゃないですからね。では場所じゃないところに行くっていうふうにこの空間内で生きている私私たちの限界で知らないものだから見えないし答え言えないんです。なんとなく皆さんも直感ではわかると思いますけども天国に行くという表現自体が そもそももう行くんじゃない場所だから場所に移動するわけじゃないからねそういったところなんかじゃあどういうものなのかというところをこの本の中に書いておりますまあ、あくまでこの世の仕組みに従って例えるならばこうでしょうというお話なんですけども私が考えて書いたその本質のところを皆様方にも 地面の上言葉の上上言葉だだけけじゃなくてて本質で心で心捉えいいいただければという,ふうに思いまは、まあ、中にはあの不思議な体験とかね警察官やってるといろいろありますんでねそんなお話なんかも書いておりますのでそういったこう心の関係ですねあの宇宙人とか守護霊さんとか出てこないですけどもそういった深いところにいる自分とお話をしてみたいとかですね そういうふうに考える方にはその手助けになれればというふうに考えておりますので聖頻、えー、堂から出ましたあなたがここに転生した理由こちらの方を。 設置、えー、をご覧いただければというふうに思いますお買い求めいただく際にはこの動画の下に書いてある概要欄の方にですね、えー、URL とかいろいろ貼ってありますのでそちらの方をご覧いただいて、えー、お買い求めいただければと思いますまたあのー、ご覧になりましたらご感想を私の方までお寄せくださいどうぞよろしくお願いいたします